フランソワの壺。フランソワの壺は古代ギリシャの陶芸史上の活気を成した黒絵式の装飾が施された高さ66センチメートルの大型渦巻き型クラテールである。紀元前570年から560年頃のものとされ、1844年、旧時近郊フォンテロテッラのネクロポリスにあるエトルリア人の墳墓,墓から出土したもので発見者。 アレッサンドロ・フランソワの名を取って、フランソワの壺と呼ばれている。アーガタイモス・メッポイエセン及びクライシャス・メグラフソンという名があり、それぞれエルゴティモスが私を作った及びクレーティアスが私を飾ったという意味である。投稿とどえつけ師が分業するようになったのは、この頃とされている。200を超える像が描かれており、その多くに誰を描いたものか名が記されていて、 様々な神話的主題を描いている。神話をも裏しようという意図があったのかどうかは、今も学者らの論争の的である。1900年、博物館の警備員はこの壺が入っていたケースに椅子を投げつけ、壺は638個の破片に割れてしまった。1902年、ピエトロ・ゼーが修復を行い、1973年には、かつて行方不明になっていた破片が見つかったことから、 再度修復が行われた。クラテールの首部分にある最上段の体上装飾の英面にはカルドーンのイノシシガリが描かれており、メレアグロス、ペーレウス、アタランテイといった英雄が描かれている。その両側にはハスの花とカラクサ模様で区切られてスフィンクスが描かれている。その反対側には縦ごとを引くテセウスに引き入られて踊るアテナイの 若者たちと、それに相対するように立っているアリアドネーとその馬が描かれている。A 面の2番目の帯は、アキレウスが取り仕切ったパトロクロスの葬儀での戦車競争を描いたもので、トロイア戦争最後の年のことである。アキレウスは、商品の一つと思われる、制銅製三脚台の前に立ち、競争には、英雄、ディオメデースとオデュッセウスが参加している。B 面に描かれているのは、 ラピテース族とケンタウロスの戦いである。彼らの戦いで最も有名なのは、ペイリトスとヒッポダメアの結婚式で起きたものだが、ここに描かれているのもその場面と見られ、その証拠に、ラピテース族ではないがペイリトスと友人で結婚式にも出席していたテイセウスが戦いの中に描かれている。また、同じ場面で、ラピテース族の英雄カイネウスの死も描いている。 陶器の最も突出した部分にある一番幅の広い体状装飾は両面を使ってペーレウスとテティスの結婚式に参列した神々を描いている。行列に描かれている人物像が多いため、この一番長い帯を装飾するのにふさわしい題材である。行列の先頭の先に祭壇とテティスが中で座っている家があり、その間にペーレウスが描かれている。 ペーレウスは行列の先頭にいる先生で、ケンタウロスのケイローンと挨拶しており、ケイローンの背後には、伝令神イリスをはじめとして、多くの神々が描かれている。A 面の上から4番目の大上装飾は、アキレウスによるトロイ城門外でのトロイロス待ち伏せ、B 面は、ヘイパイストスのオリュンポスへの帰還を描いている。ヘイパイストスはディオーニューソスに導かれたラバに乗っており、 その後ろからサチュロスと妊婦の一団がついてきている。5番目の大乗装飾は、ハスの花と唐草模様を側面に配して、スフィンクスとグリフィンが描かれ、他に牛、豚、馬を襲うヒョウとライオンが描かれている。土台部分には両面に鶴と戦うピュグマ酔いが描かれている。取っ手にも装飾があり、外側の上の方には、ミストレス・オブ・アニマルズと呼ばれる像が描かれ、 その下に、アキレウスの遺体を運ぶ、ダイアイアースが描かれている。取っ手の内側のクラテールの口より高い部分には、生きているゴルゴーンが描かれている。ありがとうございます。